マリアーノピッコリ、マリアーノピッコリ、イタリアトレント出身の元自転車プロロードレース選手。1992年プロデビュー。2005年に引退。山岳ポイントとゴールスプリントの両方で実力を発揮する得意な選手として活躍した。2007年のジロでイタリアでは、イタリア放送協会の解説者として登場している。頭角をしたのは年のジロで、 イタリア。大型新人カサグランデと前半戦の三角ポイントを争い、最終的にクラウディオ・キアプッチに奪われるものの9日にわたり、マリア・ベルデを着用する活躍を見せた。1995年のジロでイタリアでは、連日積極的な走りを見せ、区間一勝、三角賞も獲得した。この年は、トニー・ロミンルが圧倒的な力を見せ賞を独占し、 唯一取りこぼしたのが山岳賞だった。翌96年は優勝こそなかったものの、ジロでイタリアの山岳区間で積極的に動き2年連続の山岳賞を獲得した。1998年のジロでイタリアでは第1ステージで波びいるスプリンターを振り切り優勝。その後も積極的にゴール争いに加わり、ポイント賞を獲得して周囲を驚かせた。 二度目の出場を果たした1999年のツール・ド・フランスでは、序盤の小規模な三角ポイントをこまめに稼ぎ、プロローグから第9ステージでリシャール・ビランクに奪われるまで、マイ・オブラン・アポ・ア・ルージュを着続けて、なお打ったほか、積極的に逃げに加わり、第5ステージで関東賞を獲得した。最終的に三角賞争いでは、ビランク、エッリに続き3位に入っている。 2000年のジロでイタリアでは最終区間のミラノのゴールスプリントを制して区間優勝、またも意外なスプリントの強さを印象付けた。この勢いを買って出場したブエルター・エスパーニャでも好調を維持し、区間2勝、ポイント賞5位、スプリント賞3位、総合成績で50位に入る構想を見せている。なお、2004年には、 ジャパンカップへの出場がアナウンスされていたが、来日は実現しなかった。ありがとうございます。